変なの？どうしていつも真理を尋ねるために仙人を探してるって人がいるの？仙人はどこにでもいるじゃない。そこで何か、ぎょっ！しまっておこう。運命の巨影。ああ。
お宝を見つけるのっていいですね。あなたにあげるね。